どうも、ピンゴジさんです。今回のテーマはこちら。夏休みの自由研究はスクラッチでゲームを作ろうということでですね、自由研究でスクラッチでゲーム作りたいなと思っている人も多いと思うんですけど、じゃあですね、このどうやってこうテーマ、ゲームを決めて、どうやって作品作りをして、それをですね、学校にどうやって提出すればいいのかみたいなところがわからない人もいると思うので、そのあたりですね、今回解説していきたいなというふうに思います。このチャンネルではいろいろなゲームの作り方からコードの解説までしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、 YouTube ショートの方では皆さんの作品の紹介もしていますので、ぜひそちらのご応募の方もお願いします。ではですね、解説をしていきたいと思います。はい、ではまずテーマの決め方なんですが、ウェブでですね、ビンゴおじさんと検索してみてください。はい、このようにビンゴおじさんというふうに打って、検索を押しますと。はい、で、検索するとですね、このようにビンゴおじさんのスクラッチ教室というのが一番頭に出てくるので、はい、これをクリックして、はい、ビンゴおじさんのスクラッチ教室のウェブサイトに行きます。で、ここにですね、いろいろなゲームの作り方書いてあります。そして初級、中級、上級というふうに、振り分けられているので、例えば初心者の方であればこの初級を選んで、この初級の中にですね、いろいろなゲームの作り方が書いてあります。ですので、このゲームの作り方を見て、はい、どのゲームを作りたいかなというふうのを選んで、それで、このようにですね、じゃあスーパーマリオランは作りたいなということであれば、はい、ここにゲームの作り方っていうのが詳しく書いてあります。で、この中にですね、 YouTube 動画の解説動画もありますので、ウェブサイトを見ながら、動画を見ながら作っていくっていうことをお勧めします。またですね、ここの、はい、ウェブ記事の中にないもので、動画だけで解説しているものもありますので、こちらの YouTube 動画の方も見てもらえればなと思います。こちらの YouTube 動画集というのをクリックすると、はい、ここも初級、中級、上級という形で、動画の一覧があります。で、初級の動画、まあ、こんだけありますね。で、中級、上級というふうにありますので、はい、頑張りたい人はこの上級でですね、ぷよぷよ作ったり、ラストを作ったりとか、まあ、こんなことにもチャレンジできるかなというふうに思います。で、この中で、好きなゲームを選んでもらって、基本的にはこの解説通り作ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。ただ解説通り作るだけではですね、少しオリジナリティがないので、例えば、はい、こちらの、ですね、先ほど見てもらったスーパーマリオランの作り方ということであれば、はい、このスーパーマリオランを作った上で、ちょっとどのあたりでオリジナリティ出していくかっていうところを解説をですね、していきたいと思います。はい、こちらがですね、ウェブサイトの通りに作ったゲームになります。で、これちなみにどんなゲームかというと、旗を押してこう画面をクリックするんですね。こうクリックしてこのようにジャンプをしていくことができると。で、こう間違えて落ちてしまうとゲームオーバーというようなゲームになっています。ではですね、このゲームをどのようにですね、カスタマイズしていくかっていうところなんですが、まずはですね、このコースを、まあ、自由に変えてみたりとか、あとは背景を変えたり、このゲームにBGM をつけたり、この効果音をつけたり、まあ、いろんなことができると思います。ただ、まあ、一番簡単でオリジナリティが出せるのはこのプレイヤーを変えるっていうことですね。で、このプレイヤーのこのコスチュームに行ってもらうと、今はこの猫になってるんですから、これを猫じゃなくて新しい自分のキャラクターみたいなのを作るといいんじゃないかなと思います。なんか、まあ、こんな形で、何かこう顔を描いてみたいな、まあ、形で、キャラクターをですね、作っていくとオリジナリティが出るんじゃないかなと思います。例えば、まあ、このビンゴおじさんのキャラクターで言うと、はい、すでにですね、バックパックの中に入れているんですけど、はい、このビンゴおじさんの、はい、はい、ですね、コスチュームに変えてあげます。まあ、そうするとですね、はい、旗を押して、まあ、さっきのプレイヤーがですね、猫からビンゴおじさんになっただけなんですけど、まあ、これだけでかなりゲームとしてはオリジナリティができるものになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな形で、まあ、変えるところは、まあ、簡単な部分でいいと思うので、まずはゲームを作ってもらって、はい、で自分のオリジナリティを出す、まあ、それで夏休みの自由研究としてですね、まあ、提出してもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。
で、最後ですね、このじゃあ作ったゲームをどのような形で、学校にですね提出をするのかっていうところなんですが、はい、ここのプロジェクトページを見るというところに行って、この今の状態だとこれまだ、ゲームがですね共有されていない状態です。で、これを一回共有をするようにしましょう。で、共有をする。で、これもし共有をするボタンが出てない人はですね、これログインができてないということなので、まずはスクラッチの自分のアカウントを作ってログインをするようにしましょう。ちなみにこのアカウントの作り方については、こちらもですね、はい、このビンゴおじさんのスクラッチ教室の先ほどのウェブサイトの中に、はい、このですねスクラッチの基礎というところがあるので、ここの中にスクラッチの始め方というですね記事があります。で、ここを見てもらえると、手にですね、どのように、はい、スクラッチのアカウントを作るのかっていうのが書かれているので、まあ、こちらで、アカウントを作ってください。そして、アカウントが作れたら、はい、このように共有ボタンが出てくるので、これを共有しましょう。はい、で、共有します。で、共有して、この名前ですね、この名前はアンタイトルドみたいになってると思うので、はい、ここは、自分の好きな名前ですね。例えば、ビンゴ。おじさんランというような形にして、まあ、この使い方とかメモやクラジットっていうところをまあ何か入れてですね、はい、公開していくということになります。で、公開した時にここにリンクをコピーというのが出てきます。で、このリンクをコピーをクリックをして、そうするとですね、この、ゲームへのアクセスするリンクが出てきます。で、このリンクをコピー、これをクリックしてください。そうするとコピーしましたというふうに出ますので、このリンクを提出していくということになります。はい、このようにパワーポイントを開いてもらって、パワーポイントでテキストボックスで、はい、このように先ほどの、はい、リンクコピーしたリンクをですね貼り付けて、はい、これで提出みたいなこともあると思いますし、ただですねこれだと、先生もですねこれを打ち込まなきゃいけないので、これが大変なので、これをですね QR コードにするといいかなというふうに思います。またですね、検索画面に行ってもらって、はい、このようにですね QR コード作成というふうに検索をしてみてください。そうすると、はい、いろんな無料のですね、QR コード作成のウェブサイトが出てくるので、これ一番上でいいんじゃないかなと思うので、この一番上にある、はい、QR コード作成サイト無料版というものを、はい、選びます。で、もう簡単です。で、ここの URL を QR コードにしますというところに先ほどの、はい、URL を入れて作成するというふうにします。そうするともう QR コードできます。で、これをダウンロードします。ダウンロードですね、ダウンロードをしてデスクトップに、はい、ダウンロードします。はい、そうするとですねこのようにですねデスクトップに QR コードができますので、これをコピーして、はい、先ほどのですねパワーポイントに貼り付けをすると。はい、で、これでこの URL はもういらないと思うので、これで消して、はい、これでもうこれで提出でもいいかなと思います。さすがに何か書いておいた方がいいと思うので、はい、ビンゴおじさんランで書いて、はい、で、例えば、遊び方も書いておくといいかもしれないですね。遊び方としては画面をクリックしてジャンプみたいな感じで、もうこれだけでも提出になるんじゃないかなというふうに思いますが、さらにですね、はい、このような形にすると、よりこう提出物としては良くなるんじゃないかなと思います。こんな感じでタイトルをつけて、ゲームの説明ですねと、操作方法、あとは何かこう工夫したところみたいなところを書いて、ここから遊んでねという形で先ほどのような QR コードをつけて、で、これを印刷して、提出するというような形をすると、提出物としてはより良くなるんじゃないかなというふうに思います。はい、今回の解説はあくまでもですね自由研究で、スクラッチを使う一例になりますので、皆さん自由にですね、スクラッチを使って、夏休みの自由研究頑張ってもらえればなというふうに思います。これからもですねいろいろなゲームの作り方やコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画役に立ったようという人は、グッドボタン高評価いただけると励みになります。ではまた。